失礼します、本日は、最後まで応援ありがとうございました、10年ぶりでしょうか、学生たちが悔しい涙を流している姿を久しぶりに見ました。私も本当に悔しいと思います。でもチームにとってはこの悔しい涙が絶対大きな力になると思います。絶対来年もう一回日本一を取り返して、1年で取り返して皆さんに喜んでもらえるようにしっかり頑張ってきますので、今後ともよろしくお願いします。本日はお忙しい中集まっていただきありがとうございます。結果は優勝には全然届かなかったんですけど、私たちのことをこうやってたくさんの人が応援してくださって支えてくださって、この恵まれた環境で競技ができることを本当に私たちは幸せだなって思います。この悔しい気持ちを必ず持ち帰って富士山にまた来年に投げてもらえるように、まずはチーム一丸となって富士山日本一目指して、ここからまた頑張ります。本日は本当にお忙しい中集まっていただきありがとうございました。チームとしては目標としている優勝に届くこともなく、最低限の表彰台という3位に届くこともなく悔しい思いをしているんですが、7年前この地に来て初出場した時には22位という成績でした。その時は22位でも悔しいという気持ちもあったんですけど、当然その時シード権を取るっていうことを一つの目標としてやってきて、7年経った今回7位というシード権を取っても悔しいと思えるチームになったっていうのは本当にみんなの努力でありますし、チームとしての成長だと思います。優勝という目標には届かなかったんですけど、そこに導いてあげられなかった本当に私の力不足ですし、ただ富士山があります。このチームで富士山の頂点に立てるようにあと2ヶ月ですけどしっかりやっていきたいと思いますし、本来このチームの力は7位という力ではないと思うんです。ただいろんなアクシデント今日の走りとかありながら7位という成績になってしまったこと、まず私がしっかり反省をし、この2ヶ月間選手一人一人と向き合って、まず富士山ではいい結果を報告していい正月を迎えられますように頑張りたいと思います。本当これだけの方が集まっていただき、沿道でもたくさんの応援、私も自転車で回ってまして、たくさんの関係者目にしました。拓殖大学としてこれだけ多くの温かい声援をいただける、
本当にワンチームとしてこれからのチーム作りをしていきたいと思っております。まあ、今日はこの場で今いないんですけど、常務の井上常務で部長の高木部長を胴上げすることが目標だったんですけど、それができなかったので、富士山では部長の高木部長を胴上げして、そのまま地面に突き落としてやりたいと思いますので、まあ男子はちょっと残念な結果でいい正月は迎えられないんですけど、必ず女子が皆さんに明るい新年を提供できるように頑張っていますので、今後も応援よろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。なかなかこう喜べるようなタイムと順位ではなかったかな。1位で目標としていた1位入賞や富士山の出場権を獲得することができませんでした。選手として僕を走らせていただいたんですけど、流れを変えるような走りができなかったですし、ここまでついてきてくれた後輩や同期のみんなにはとても申し訳ないですし、山本先生や支えてくださっている方々に引っかり返すということができなかったんですけど、感情からみんなで力を合わせて全日本の出場を獲得できたように、またみんなの力を合わせて富士山の出場権を獲得して、最後はみんなで1位入賞だったり過去最高順位である12位を上回る結果を残して笑顔で終わりたいなと思っています。まずしっかり結果を受け止めて、応援しなきゃいけないと思います。本日はありがとうございました。